はい、高井養魚場さんの小白サイズが18センチです。お願いします。はい、これも非常に質のいい小白だと思います。映像でも伝わると思うんですけども、このメリの鱗一枚一枚が芯があっていいように見えます。こう拡大してもですね、一枚一枚パズル の, やってるような感じで鱗をこう並べていったようなイメージの紅白です。模様も4段模様ですね。もう今の時期ならこれだけもう生まれて1年近く経ちますので、この紅がつながるようなことはあまりなくなってくると思います。秋の時点ですとこういう模様ですと結構つながったりしちゃうこともあるんですけども、生まれて1年ぐらい経つのであんまりこうつながるようなことはないと思いますね。はい、サイドです。結構2列ぐらい離れているので、つながることはないと思います。はい。中です。こうやって見てもらうと、鱗一枚一枚を並べたような感じにして、非常に質のいい紅白だと思います。おい。非常にバランスの取れた4段ものの紅白です。いかがでしょうか。はい。はい、いかがでしょうか。酒井養魚場さんの紅白、搭載サイズの方が18センチです。ぜひよろしくお願いします。